はい、大丈夫です。はい、向こう決まってますんで。じゃあ、A 形態スタートボタンを押して始めてください。どうぞ。すまんね。あ、別に空投げとかしてないから。さあ行きましょう。準決勝、ワンピー側に先ほど勝ちました。 FAB ポジョムギン、ツブアバー、さあミッドチップのチーム、先方が先ほどと同じツブアバー、対する 2P 側、ノブソル、ナツメビズイ、ヤブアクセルのチーム、先方ヤブアクセル。あれ、ヤブちゃん3回ぐらいしか触ってないよね、アクセル。あ、そう。さあいつの間にかアバが変質して加湿、気づいたら死んでた。一歩選手、ツバラ消極、二杯重ねから8分いた試合は味に潰しかねえかな。ダスト、ガードゲージが光ってる。あのやっぱりね、あのバージョン変わったら、あのガードゲージ光ってる相手がカウンターするとみんなあのね、ため息かなんかやるんですよ。じゃあはい、早い。さあ8巣で振り向いたけど、振り向いた先に死が待っていた。勝った夏ブラバー。さて先方のアバに対して残るはソルとディズィ、親子ですね。ジャスティスとは何だったのか。さあ中堅に出てくるのは夏目ディズィ。あ、じゃあそこだけ変わるわ。そういえばディズィの殻は全部ローゼンなんちゃらで固められてますよね。あの EX 見ればわかるんですけど。危ない。あ、アバディズィは6敗だったかな。変質、当たった。ディズィはおでなんでもないです。加湿は空中くらいでカウンターで跳ねてバーストは使う。おう。さあでディズィはここからアバをはめ殺さなければならない。エヘビーキー、いい魚だった。一本選手、つぶあば足を含めつ空投げ、ジャンハイから立ちハイ。さあガンガン固めていく。そしてガードゲージが光る。これはどうする、立ちハイすら。おっと、このミス、もう一回当たってる。おー、あば強くねえかこれ。さあ通話は2立て。そして 2P 側、大将ノブソルザブラッドッジ、エセ3位のボルカで落とせない。さあ抹消鬼滅南国をお互い決めて、出すぞ出すぞ。ジャンハイカウンター、 S ハイ D 根絶、 SS ハイ D、 もう一回根絶の受け身狩り、南国変質、金 S から拾えない。さあどうする、アバが速い、アバが速い。 ありのまま今起こったこと。さあ変身した、うん、
受け付け少々だって立ち合いの2段目だがコンボにはいけず、え、技のキャンセル決まる、あ、そうなんだ、へぇ、当たっているがダウン打ち飛んでかわしたがバースト早すぎてバースト読みになっていない。そしてそのままワンコン決めて勝ったのは鶴山サンタで回廊洞窟の邪魔するからよ。やべえ、セイバー並みの速さだったんじゃねえの。できないんだっけ、エヴァでもできない。じゃあしばらくお話タイムで、ふう、さあみんな大好きレイギド君のジョニーが帰ってきたんですが、入ってしまったか。